西本さんのマイベストタトゥーはどれですか？僕もあの足ですね。柄は一個一個なんか柄は全部、まあ、全般に言うトライバルって柄なんですけど、トライバル部族とか民族の柄なんですけど、でもそれえぐい技術っすよね。はい、だからもう彫りしなかせというか、めっちゃ綺麗ね。だってどのぐらいかかるんですか、片足？片足、3年ぐらいかかりました。3年？はい。じゃ壁画ってもっと大変やったやろな。壁画に思いを馳せなくていい。壁画も大変やん。壁画の方が、はい、あれで3年やんから。それ足1本でお値段は？いやお前生ハムみたいに言うな。足1本でお安いんでしょ。お安いんですよ、通販ちゃうね。300万ぐらいだった。300万。ちょっと近くで見ていいですか？あ、どうぞどうぞ。これすごいね、ほんまに。これ1個掘ったら、はい、しばらく時間空けないといけないとかあるんですか？本当はいけないんですけど、もうずっと入れちゃってますね。7時間。これはすごいわ。ほんまに芸術。そうですよね。マジで綺麗で。見てみ、近くで。見てみ。いいですか？ほんまにすごい。サリナミナ。サリナミナ。よろしいな、ちゃうねん。ほんでお前もええんか。お前はええんか。サリナでもすごない、ほんまに。すごい、すごいよ、マジで。なんかでも笑ってる、笑いのツボみたいなやついる。どれ？はい、なんかいろいろ。太ももにアフリカンの柄とか。ほんまや、ほんまや。あとかわいい手のひらとかはすごい痛かったです。痛かったんだ。いや、手のひらなんか絶対痛いっすよね。はい、一番痛かったです、ね、手のひらが。はい、ここはなんかもう結構堀氏殺したいなって思いながら。いやいや、掘ってくださいって言ったんですよ、西本さんが。自分で言ったんですけど、その時本当イライラしましたね。わかるっす、はい、わかるっす。わかる、あるあるなんですかそれ。僕も入ってるんで、痛い手。まあなかなか強烈でしたね。その麻酔ってなんでダメなんですか？してもいいけど。しても今はしてる方もいらっしゃいますけど、なんか痛さでこう記憶に残るというか、それを我慢して。 あるあるっすかそれは。麻酔して掘るのはなんかちょっと違う気がする、うん、ダサいっすよ、ね、なんて言うんですかね。ダサい、ダサいっすね。麻酔して掘るとダサいの、はい、だったらまあ我慢できないんだったら諦めていいんじゃないのかなと僕は思いますけど。タトゥーは痛みを伴うもの、うん、まあそうですね。別に耐えられるレベルですもんね、自分が入れたら。いやでも堀氏殺したのかな。確かに。では堀大さん、はい、マイベストタトゥーはどれでしょうか？なんか毎日変わるんですよ、気に入ってる子が、うんうん、でも今日ちょっとパッて思い出したのは今ので、ここにあの可愛い女の子のキャラクターがいるんですけど。可愛い、何、はい、これうちの奥さん絵描きのアーティストでフリーハンドで描いてくれて、へえ。でそれを、自分で彫ったんですよ。へえ。でこれがうちの嫁さんが描いたうちの嫁さんを旦那の俺が彫るっていう。いやなんかね、はい、夫婦仲良しタトゥーでございます。夫婦仲良しタトゥー、はい、いいね。なんかすごいですね、自分で こう見ながらやるんですか？そう、結構大変でした。もうこうやって伸ばしてちょっとずつこうやってやってくんで痛いやろうな。続いて木下、マイベストタトゥー。でもやっぱファーストタトゥーなんでここ か、うん、でもあのおっぱいの、おっぱいに入れてんの？はい、なんか一箇所赤文字で入れてるところがあって。なんだ、おっぱいに一箇所赤文字？あの右おっぱいって入れてるんですけど。字で文字で。 YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭たちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタン。